歩数計の使用方法をご説明します。ホーム画面を上にスライドします。デイリーステップをタップします。ここから歩数、カロリー、距離を確認できます。矢印をタップすると前日の歩数を確認できます。さらにご自身の情報を入力することでより正確に消費カロリーや距離計測、目標の設定を行うことができます。ご自身の情報を設定したい場合は続けてご覧ください。画面右上のメニューアイコンをタップして設定をタップします。プロフィール設定をタップします。プロフィール情報を入力します。これでプロフィール設定完了です。戻るアイコンをタップします。目標設定をタップするとご自身に合わせた目標を設定することができます。お知らせ通知をオンにしておくと目標達成時にお知らせを受け取ることができます。表示形式をタップするとデザインを変更することができます。